はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日はちょっと私個人的にはですね、トルシエ監督、トルシエさん聞いてみたくて、あのすごい剣幕でやってるじゃないですか。あれは実際こう、まあ、トルシエ監督はもう俺話さないねそれが答えですか、ジョーチャンネル始まるよ。そんなことないけど、トルシエ監督ね、やっぱりこう皆さんのこう記憶をねちょっとたどってもらえると、はい、やっぱりニュースでもいっぱい取り上げられたし、はい、フラット3って言ってね、ディフェンスをね3にしてとかって、やっぱりすごくこう緻密な人でね、はい、考えだったんだけど、やっぱりこうとにかく熱い人で、はい、真っ赤になって選手にこういろいろ伝える監督だったんだけどさ、でも気に入らなかったんだよ俺はね。やり方がふざけてたよあれは。そう、それでこれ言ってもいいのかな、もう言っちゃいましょう、まあもう時効かな、はい、言ってもいいんだけど、福島でね合宿をやった時に、はい、黒重監督って熱い人だし、そうなんだけど、なんかこう上からで俺たちをバカにしてるようなニュアンスの言葉をこう言ってくるのよ。あ、そうなんですか。そうだから、なんでこんなことができねえんだよ J リーガーとか、あー日本人とか、あ全然ダメじゃないかお前ら日本人とか、そういうことをすごく言うわけよ。それでもう頭に来たわけよ俺たちも、はい、くっそーという思いと、はい、そこまでけなすのかみたいなのがあって、うん、フラストレーションがものすごい溜まってたわけみんな、はい、全員ね、はい、そうだっていいわけないじゃんそんなこと言われてさ、はいはい、そうそれで練習終わった後とかもみんなでこういろんな話をしてる時に、あいつ超ふざけてるよなとかあんな言い方ねえよなとか、もう頭に来てたわけ、はい、である時にこれはちょっとさすがにないよねと、バカにしすぎだと、言いすぎだと、だからこれをちょっと監督に言いに行こうぜという話になったわけ、はい、じゃあ俺行くよってね、はい、手をまず俺挙げたわけ、はい、だからダチョウ倶楽部みたいにさ、俺行くよ俺行くよじゃなくて、はい、みんなシーンとなっちゃって行かねえんだよ、はい、それでいやこれみんな今話してたことを言いに行かないのって話になって、マジかと思いながらも、でも俺はもう本当にフラストレーション溜まりすぎてたから、はい、じゃあ俺行くよ、うん、で、あの時通訳にいたダバディ、はい、ね、ダバディに言って、はい、で、ちょっと監督に話したいことがあるから、はい、ちょっと監督って言ってくれ、はい、って言って、じゃあ部屋来いみたいな感じになって、うん、で、行ったわけ俺、はい、うん、で、ちょっとないんじゃないかと、うん、今までのこうやり方とか、はい、ね、その戦術面とかそういうものはいいと、全然いいし、それは監督のためにやるけども、はい、言い方がおかしいと、うん、日本人を小バカにしてね、いい加減にしろよって話を、ダバディ、イエッつって、ぷ、はい、ーっと真っ赤にトルシエになって、はい、全然くだーとかって言うわけよ、フランス語で、ぶちゃぶちゃぶちゃとかって言ってくるわけです。で、ダバディを返してくるじゃん。はい、で、ダバディ、まあ、もう怒ってる感じで、はい、もう何か、言葉は全然分かってないんだけど、はい、ニュアンスはなんか伝わるのあるじゃない、はい、なんか雰囲気でね、はい、でふざけんな何を言ってんだお前また日本人がみたいなこと言ってるっぽかったんで、はい、いやふざけるなってそれは関係ないだろうどうのこうのってなって、うん、いや関係ないだろうねえだろうって俺も熱くなっちゃって、はい、ヒートアップして、はい、何っつってもうこの目の前に来たわけよ、はい、監督が、はい、だから俺もふざけんなよっつってこうやってもう取っ組み合いになっちゃって、はい、うわーだってうわーってバチーンなってはなかったけど、これはなかったけど、うわーってなってベッドにこう倒れながらさ、すごいっすね。すっげー熱くなったの。で、俺は冗談じゃないっつって、はい、で、そのまま部屋出てって、はい、次の日、はい、教会の人に俺呼ばれて、はい、で、はい、お前もう帰りなさいって言われて、強制送還、合宿。で、俺も頭きたから、もういいよって分かったと。もうそんなんだったらいい。俺は代表に入らなくてもいい。いう感じで俺出てった。あったの。そっから俺はもう代表に呼ばれなくなっちゃった。で、だからその前にトルシエになってハッサン国王杯とかっていうのがあって、はい、でその時は全然使ってくれてたのね、うん、でも結局まあその件があっていさこさんになって、でそっからしばらく会わなかった。一切ね代表も呼ばれないし、うん、はい、そうだったんだけど、そう、その後だよね、俺がスペインじゃないや、スペインにいる時代に、神戸で日本戦が、はい、日本代表の試合があるって言ってスペインから帰ってきて、はい、で試合に出場したわけ、はい、そしたらいきなり冒頭5分ぐらいで芝にこう足引っかかっちゃって膝をすっげえ痛めたわけ、はい、でこれが俺の膝のこう問題のなる、はい、その事件の発端だったんだけど、その代表戦で、でも5分で交代するわけにもいかねえし、でも
痛かったけどでも動けるからあ大丈夫だと思ってやったんだけど途中で交代してその次の日すぐフライトでスペインに帰んなきゃいけなくて、はい、で帰ったらやっぱ気圧でさ膝腫れちゃうわけよ、はい、で腫れちゃって向こうでやっぱりちょっと精密検査した方がいいって言って検査したらたら前十字靭帯がもう切れてるっていう話になって、うん、で大事になったのすごい、うん、そう、そしたらその時にトルシエがスペインまでわざわざ来てくれたの。そうなんです。それでスペインの一番あのなんていうの有名なお医者さん、はい、トップのお医者さんが見てでこれは前十字靭帯もう切れてるから手術してやっぱりそれを補わないと無理だと。だけど俺は全然走れてたわけよ、はい、腫れもだいぶ引いてきたし、うん走れるし全然問題ないって言ってたんだけどいやこれはありえないと、うん、俺おかしいなと思ってトルシエから連絡が来てスペインの一番の医者じゃなくてじゃあヨーロッパ一の医者を俺が紹介するから一緒に行こうって言ってそれでフランスまで行ったのでドクターサイエントっていう方がいてこれはプラティニとかさ、はい、シューマッハーとかさ、はい、ロナウドとかを見てる人なんだけど、はい、その人トルシエさんが知ってて、はい、でそれに連れてってくれたわけ、はい、でその時にいろいろ話をしたんだけど、うん、あの時はなとでお前が初めてだったの日本人で、うん、で日本人はおとなしい、うん、しだからもっと日本人がやっぱりガーッと出てくれる人を俺は求めてたと、うん、それがお前だったと、うん、そうですっごく教会にも言ってくれたんだってジョーはああいう形で言ったけどもでもあれは当たり前のことでって話をしてくれたらしいんだけど、うんはい、でも教会側から俺は NG を食らっちゃってたんだってじゃあトルシエさんが NG してたわけじゃなかったんですかお前だけだった日本人は、うん、でもあれですごく俺も逆に勉強になったし、うん、であの人はねすっごい日本人のことを調べてたの、うん、いろんな学者の人とかいろんなことを聞いて日本人の性質とかいろんなことを聞いて、はい、それでああいうスタイルでやって、うん、その潜在能力を引き出そうと思ってやったんだって、うん、なるほどそう私でもあれやりすぎたからとかって言いながら、うん、そうそれですごく残念に思ってたらしくて、でそこで初めてそうだったのみたいな俺のあの熱くなった気持ちは、ね、間違いじゃなかったのかみたいな話しながらそれですごく打ち解けてそうさらに俺が怪我した時に本当に趣味になって来てくれてでフランスに連れてってくれてその、ね、ヨーロッパ一のお医者さんに見てもらって、うん、そう、そこまでやってくれてだから問題ないねと、うん、これは実はプラテニと一緒だよって言われたのえっって言って 何が一緒なんですかって言ったらプラテニも昔に前十字靭帯切ってんだってだけどそれを、まあ、気づかなかったというかトレーニングして前十字靭帯を補強しなくてもトレーニングはもうそのまま試合ができたんだって、はい、でそれと一緒だとだからこれは見たら前十字靭帯ってこうやってついて、はい、こう一つのこうね靭帯なんだけど、はい、俺のがもうパチンってこうなくて、はい、そうそれでここに大体破片とかが落ちてんだってこう、はい、切れたやつとかベローンってなってったりするないんだって全く探しても、はい、だからこれをいろいろ見るとやっぱりかなり昔から切れてたと、うん、でそれで他の靭帯とか見てたら横についてる靭帯とかいろんな靭帯がその普通の基本的な人の靭帯の5倍とか6倍ぐらいにこうやってね強くこうだから人間の可能性すごいよねすごいです、ね、それを補おうとしてそういうのが発達するって言ってだから問題ないよってやっても問題ないよって言って手術なんかする必要はないって言われたわけ俺安心してさうわありがとうってトルシエありがとうって言ってでスペインに戻ったらもうまた大騒ぎスペインのそのスペイン一って言われてるお医者さんが今度ふざけるなとそういう診断はないと、うん、だってこれはって言って、うん、テレビ番組があるわけよ向こうのね、はい、サッカー番組があって、はい、そこに出て、はい、膝の模型出して、はい、靭帯の模型出して、はい、それで延々2時間だよ庄司のこの足は実はこうなっててこうだって俺が見てレントゲンとか出してでこうなってるからこれは絶対に手術しなきゃいけないんだって始まったわけで2時間特集組まれちゃってる俺の膝ですごいっすねそうだからそのドクターも負けたくないし、まあ、まあそうでしょうね多分そういうプライドもあるんでしょうねそうあってそれでこんなこう論争になっちゃってそれでこうもう膝は手術しなきゃいけないとかレッテル貼られちゃってそれでバジオリードに戻ることがちょっと難しくなったそう実際の本当の話はそうなんね、うん、今も手術してないしね俺で腫れた原因って何ですかって聞いたらやっぱり次の日の飛行機だったの夜の試合だったの、はい、夜の試合で次の日の朝にもう飛行機でスペインに戻んなきゃいけなかったからだからそれでこう多分靭帯とか少し痛めたいたんだけどそれでやっぱり気圧でやっぱり腫れ上がってきたっていうのはでもそれだけの理由なんだって、うん
だって普通に歩けてたし、普通に向こうも走ってたし。海外組ってチームにやっぱり残って、チームでやはりこう試合をしたりトレーニングをしてアピールをしていかないとすぐレギュラーなんか取られちゃうの。だからやっぱりすぐに帰らなきゃいけないっていう思いになるし、逆になんかこう親善試合とかだったら帰りたくないと思ってるの本当は選手。その間に帰っちゃえば他の選手がポジション取っちゃうから、みんな代表のために帰ってくるとかね、いろいろメディアも言うけど、でも実際に帰りたい試合と帰りたくない試合あるから。だけど協会から招集がかかればチームもまあ契約とかいろいろあるんで、だからそういうのを出さなきゃいけないとか、逆にまあクラブがこの試合は出さない、だから行かせませんとか招集外になるとか、そういうのがあるんだよね。だからこれも選手の気持ちだけじゃないから、すごい難しいの。代表はもちろん日の丸を背負うし、すごくありがたいことだし、だけどやっぱり行きたての頃とか、やっぱりこうレギュラーを使う、本当に完全に定着させるまでは絶対にやっぱり行きたくないっていう思いが強いのよ。これ変な話ね、お金の話するけど、結局代表招集されて、それでまあ日当とか、まあ、勝利給ちょっとだけつくんだけど、もうそれしかもらえないわけ。でもチームでやっぱり出場して勝ってれば、そしたらやっぱりそっちの給料の方が大きかったりするわけよ。だから代表っていうのは本当にこう名誉だし、ね、日本のやっぱりこう代表としてやるっていう思いがもうほぼ8割、そう2割はもう本当につけたようなもんだから、だからそこを俺は今後ね多分上げていかなきゃいけないと思う。なるほど、ね、日本代表に組んだったらもう100万払えよと、国のために頑張ってくれ、ね、そういうふうにしてやっぱやっていかないと。確かにそうですよね。そうだってハードスケジュールだし、だって自チームで試合やって、それでみんながこう休む時に何かの大会に出たりするじゃんでしょ、代表の。そうですね、休みがないし、そうでも日本国のために戦わなきゃいけないしね、そう、それはすごくありがたいことだけど、でもそこに価値をつけてあげないと、やっぱりちょっときついよね選手はね。まあ僕らはね、なんかも代表の人たちはちゃんともらってると思ってますしね、思ってるけど、俺たちの時代は日当5000円とか。え、代表選手がですか。はい、勝って5万円とか。そうなんですか。そのぐらいですよ。だったらチームに出た方がいいんです。チームで90分間、まあ45分以上出て、で勝利したらやっぱり何十万とか、ゴールしたら何百万ぐらいになるわけよ、1試合で。だからそれ考えると、だって考えたことはないけどね、実際にあの当時は考えなかったけど、でもやっぱりそのぐらいの価値をつけてあげないといけないんじゃないかと。だって日本の日の丸を背負ってさやってんだから、相当プレッシャーも感じながらやんなきゃいけないし、コンディションもね、もう崩しながらでもやっぱり戦わなきゃいけないし、だからね、その辺もちょっと見ながらね、皆さん今後もそういう代表を見ていただきたいと思います。まあそうですね、まあということで、まあトルシエはね、まだまだいろいろありますか。まだありますか。まあありますけど、トルシエの奥さんと俺仲いいから。あ、そうなんですね。そうなんです。お寿司を食べた仲だからね。そうまあでもトルシエさんは本当にあんな熱い人だけど、やっぱりこう分析しながら情熱を持ってやられた。だから今はもう全然本当にすごく仲いいし、たまにね、メールしながらとかね、今でも繋がってるから、そのぐらいぶつかって本気でぶつかれたから俺は良かったのかな。あとのあの手を挙げなかった選手は何だったんだって話だよ。本当ですよね。本当だよ。俺はそこでもう代表はもう終わっちゃったけど、でも良かったと思う、すごくファミリーになったみたいだからね、その後ね、だからそれはそれでまあ良かったのかなっていうね気がします ね、 そうですね。はい、ということで、はい、ジョーチャンネルこれで終わりたいと思います。また皆さんお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。